怪獣の叫び声から始まりましたマリオカート8。なんでだよ。なんで始まって早々怪獣の叫び声聞かなきゃいけないんだよ。ということでインターネット対戦やっていきます。いつかよ。ごめんごめん。国内の方が強そうなので世界でやっていきます。もちろんレース。キャラはヨッシーの黄色で。なんで黄色なんだ？カスタマイズは全部ゴールドで。またマジかよ。ごめんごめん。お前、謝る気ないだろ。どういうことでカット。くそ。DS はリオスタジアムが多いな。どこになるかな。まあ、どこでも1位取れるから、どこでもいいんだけどね。こいつ、フラグ立てやがった。ウィーグラグラ火山だよ。どこでも余裕。はいはいそうですか。レート9000以上の人多いけど、大丈夫か。余裕。1万以上の人いるけど、大丈夫。余裕。うざ。てか、日本人しかいないし。始まるよ。お前あれほど言ったんだから1位取れよ。だから余裕だって。ロケットスタートは絶対決める。よいしょー。見たか？私のロケットスタート。はいはい、見ました。え、おい。なんだね？いや、アイテム。そんなもん、いらん。お前、アイテムなしで1位取れるわけねえだろ。いや、私なら取れちゃうんだよな。はいはい、絶対アイテム取るなよ。おい。なんだね？なんだね？じゃねえよ。普通にアイテム取ってるじゃねえかー。うん、いいじゃねえよ。マリサバカじゃないの？は？なんで？アイテムなしで1位取れるわけねえだろー。お前の方がバカだろー。なんで？なんでじゃねえよ。お前さっきなんて言ったか覚えてるか？アイテムなしで1位取れるわけねえだろーって言った。来た。それより最下位だったのにもう3位だよ。しかも赤コーラ持ってるし。おい。よっしゃ、アイテムだー。なんか、怪獣がこっちをキラキラ見てくるんだけど。おい、なんだ言わせねえよ。どうせまたアイテムなしで勝てるとか言うんだろ。ああ、ほぼほぼコーラだけは来ないでほしいな。ミスかよ、困った時に話し変えようとするな。やべえ、ミスった。しかも抜かされた。おい。これでも2位だ。マリサのせいだ。は？なんでだよ。マリサがうるさいからだ。は？マリサ、どうやったら前の人抜かせるの？知らねえよ。マリサのせいなんだから、マリサにちゃんと責任取ってもらわないと困るな。それより次のアイテムはなんだ？トリプルキノコを。抜かすぞー。抜かしたー。しかも、1位でキノコ2つだよ。トゲ暴行なくても回避できるじゃん。もしかして、1位取れちゃうんじゃね？ 1 位取れちゃうんじゃね？って、お前さっき1位取れないわけない的なこと言ってただろ。イカスミでシアンドショートカットを。だが、こんなもの食らったって順位は落とさない。そう、ドリットができない。このカスタムあんま加速ないからな。コイン大事だからちゃんと取る。赤コーラが、え、やばい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 。2位になっちゃったよ。あぶねえ。だが次のアイテムでいいの引く。トリプル赤コーラー。よっしゃー。絶対当てる。おやー。当たるか？あぶん。当たってるー。もう一発。でやー。よっしゃー。でも別の人だ。アイテムは？バナナかよ。これ1位いけるか？バナナは同様に取っといた方がいいんじゃね？うわ、少しだと入っちゃった。え？この音は、トゲ投稿だじゃん。うわぁ。よっしゃー。
1位取ったー。マリサ？だから言ったでしょ。私が1位取れないわけがないって。霊夢ちょっと来い。いいから来い。はい。パート1から1位取ってんじゃねえよ。ねえねえ、パソコンで見ているそこの君、このボタン押して、押したら明日いいこと起こるよ。絶対に、押さないと損だよ。後で後悔しても知らないよ。私は君のために言ってるんだよ。押した？あ。チャンネル登録よろしくだぜ。PC の方は、上のチャンネル登録ボタンをクリック。スマホ、タブレットの方は、この画面の下の、チャンネル登録をタップしてほしいんだぜ。次の動画でも、ゆっくりしていってね。